橋場空役の緑川ひくるです。えー、今回はですね、そんなに空は出ずっぱりではなく、他のキャラクターも意外と平等な感じで出ているので、えー、えー、空以外の、えー、キャラクターが好きな方たちは喜んでいただけたんじゃないでしょうか。<laughs> ストーリー的にもそうですね、あの、ほのぼのとしてて、個人的には好きでした。感想を聞かせてください。 藤森砂尾役の星敏郎です。えー、っと、なんとなく久しぶりな感じがしておりますが、えーまあ、今回も砂尾、えー、くん、砂、え、尾、ー、じゃない感じの砂尾くんでしたけど、やはり、えー、空にこう迫られると、ちょっと行っちゃうような、えー、可愛らしい目も相変わらずな感じで、えー、嬉しかったです。えー空くん あの個人的に、えー、図書館の探検とかしてはしゃいでるのがすごく、えー、可愛かったです、えー。皆さんはどう思ったでしょうかありがとうございました。